クイズを5問ずつ考えてき、たんで。え？むず。キワキワいいで答えてください。引っ掛けに見せて、うん、サービス問題。じゃあちょっとこっから俺も難易度上がります。はい、じゃあ今度は僕からマスミンに問題出していきます。はい、まず第1問、シーズン7でパールが使って話題になった、なんかのんびりしたとかくつろいだみたいな意味の造語は何でしょう。まあこれはね基本問題。じゃあどうぞ。フラジだ。お、正解。あ、まあ、実際いい意味なんかチョンっていうのがつくんだけど、まあ別にそれは全然いいや。はい、チョン。はい、まあこれは簡単すぎだね。はい、次第2問。はい、レギュラーシーズン、あのアメリカ版本家のレギュラーシーズンで、1回脱落した後に同じシーズンに復活してきたクイーン、全員答えなさい。と、ね、同じシーズンだもんね。同じシーズンに戻ってきた。そう、うん、はい、書きました。はい、ケニア、トリクシー、ネイシャの4人。完璧。完璧？うん。4人。はい。はい、正解です。まあこれもね。まあ分かってないと。そうですね。はい。次、はい、第3問。これはもうサービス問題です。シーズン10でブレアが脱落した時に、ワークルームの鏡に書き残したメッセージを書いてください。まあこれはもう即答できなきゃブレタソファン失格だから。はい、 Let me be your star。 さすがです。はい、だってあのエピソード500回ぐらい見たもん。じゃあちょっとこっから俺も難易度上がります。はい、第4問、歴代優勝者のうち本名のファーストネームが同じクイーンが一組います。それは誰と誰でしょう。また何というファーストネームでしょう。あの優勝者ね、優勝者、これはね、オールスターズの優勝者とか、あの海外版の優勝者も含みます。含みますね。含めて、そう、本名のファーストネームが同じクイーン。難しい。でも海外版ってなんかタイとかチリとかなんかあんま本名かぶることないから、きっかけに見せて、うん、サービス問題さあ。はい、書けました。お、いいっすね。どうぞ。ジェイソンでジンクスとバイオレット。あー、なるほどね。はい、不正解です。ね、バイオレットの本名ジェイソンなんだけど、うん、ジンクスはジェリックだね。あー、ジェイで覚えてた。そう、違うの？答えは誰？シーズン2のタイラと、あと UK のヴィヴィアンが2人ともジェイムスです。あー、分かんなかった。引っ掛け問題、はい、ぶっこんできましたね。じゃあ今4分の3だから、次正解すれば
かすみの勝ち勝ち負けする企画じゃないけどじゃあ最後第5問、レギュラーシーズンのスナッチゲームで、はい、男性の役を演じたクイーン全員答えてください。海外は含まない。あ、海外は含みません。含みません。うん、だからのヴィヴィアンのトランプとかは入れない。あとオールスターズも入れない。オールスターズも入れない。うん、何いる。ね、5人います。5人うん、何人出てきてる。4人、うん、じゃああと1人いるはず。あー悔しい、出てきません。じゃあとりあえずその4人を見せてください、はい、ケネディとソージーとキムチと、うん、あとウィドウ。うん、そう書いてる4人は合ってる。あー、よかった。あと1人答え言っていい。ダメ、ヒントちょうだい。ヒントヒントは、ね、シーズン11。え？ニーナだ。そう。あー、ニーナごめん。だケネディ、ソージー、キムチ、ニーナ、あとウィドウの5人でした。ウィドウはね、覚えてた。最近だもんね。そう、最近だから。ということで、今回はルポールズドラッグレース関連のクイズを私とセバちゃんで出し合ってみました。はい、まあ、結果的には2人とも5問中3問正解っていうことで私も結構難しい問題用意してたと思ったけど、セバちゃんもなんかすごい意地悪な質問用意してたそうね、でもなんか問題を考えるのもめっちゃ楽しかった、うん、またやりたいですね。そうね、またやりましょう、まあ、僕らもね、まだまだこう知識が甘いところがあるなというのが今回分かったので、今後ますます勉強していきたいなと思いますということで、かすみとセバシャンでした。ありがとうございました